それらしくその読書っていう感じだったんですが、だんだんその、ソースコードを読むっていうのも飽きてきまして、どうしようかっていうようなところで、マークシティ、ここら辺ですね、この辺りからまあ、Linux カーネルそのものの、まあ、勉強でもすっかみたいなことで、先生として今 VLinux にいらっしゃった高橋さんがですね、非常に、詳細なLinux カーネルのお話をしていただいて、みんなは割とおんぶり抱っこでそのお話を聞いていたっていうのが、2000年前後ぐらいかなと。でその後、渋谷でずっとやってまして、日立の、高杉さんなんかが作ったメインフレーム向けの Linux のポーティングの話とか、ドリキャス向け、ポーティングの話とか、結構そのポーティング話がですね2001、2年頃は、多かったですね。でその後、実はですね、場所をそのマークシティの渋谷の、おしゃれな場所から横浜に、当時と OSDL というのがあったんですけど、そこ その会議室が非常にいい場所で、その時も高田さんにお世話になったんですが、そこで、随分、やって、まあ、ネタとしても多岐にわたるネタをいろいろお話しいただいたと。このタイトルがちょっと書いてないんで、ちょっともったいないかなと思うんですけど、その当時、ユーザーモードリナックス の, 開発者とか、コーリナックスの開発者とか、あと、まあ、クノフィックスの須崎さんとかが、いろいろ、お話をしてくれたかなというところですね。あ、インテルの中島さんなんていうところの名前がありますね。そうですね。ですから、まあ、ここら辺の時はいろいろ実装ネタが OSDL が多くてですね、東海大の清水先生なんか FPGA で PDP-11 も実装しました。さらにはその CPU を実装した上で UNIX V6 を、動かしちゃいました。その UNIX V6 っていうのをソースコードで動かしたっていう、あ、ソースコードじゃなくてバイナリーで動かしたとか言ってましたね。コンパイラーがなくて、バイナリーがどっかに転がってたんで、FPGA で実装した PDP-11 ってなんちゃらかんちゃって、みんなこれもドヒャーっていう玉上げた、お話でしたね。それがまあずっとつながってて、である時、OSDL が、引っ越しまして、まあ、都内でじゃあやりましょうということで、まあ、NTT データさんとか、ここの、日本 SGI さんを使うようになりました。まあ、そんなこんなでまあ、ワイワイとやりつつ、今に至ると。で、最近では、ありがたいことに Linux Foundation の、まあ、方 が,、がその招聘している、まあ、外国のメンテナーとかがいらっしゃると、まあ、我々に声かけてくれて、じゃあ夜はそのワイワイの関連読書会に話してもらおうかとか、懇親会しましょうかみたいな感じで、いろいろこう幅も広がってですね、徐々に、Linux カーネルハッカーの人たちは、東京にはなんか YLab のカーネル読書会という濃いユーザーベースグループがあるということが、じわじわその世界的にも広まってる、ということで、まあ、嬉しいんだか嬉しくないんだかよくわかんないですけど、そんな感じになっております。という感じで、まあ、もし皆さんの、お時間等がありましたら、これからもぜひ、遊びに来ていただければなと思います。で、アナウンスはバイラグのメーリングリストでやってますので、まあ、とりあえずそこにサブスクライブしていただければ、まあ、月1ぐらいのペースでやってますので、ぜひいらっしゃっていただければと思います。じゃあ小ネタということで、橋本さん。はい。失礼します。みずほ情報総研という SI の会社が気に入って働いています橋本といいます。今日はですね、ちょっと本の宣伝を、やらせていただきました。
それちょっと資料っていうかプレゼン何も用意してないんですけれども、一つがこの、オープンソースで構築 IT システム導入虎の巻という本です。これ独立行政法人 の情報処理推進機構 IPA が出しました。今回お集まりの濃いカーネルの皆さんにしてみれば、まあ、SIE の話はなんか全然関係ないかもしれないんですけれども、一応私9月まで IPA に出向してたんですが、その IPA でいろいろ国のお金を使って、まあ、オープンソース支援しましょうとかいろいろやってた時に、なかなかその世間の皆さんにこうリーチが弱いなというようなことで、もう少しその IPA がやったことを皆さんに分かってもらえるようなものを作りたいということで作ったんですけれども、あんまりその IPA 職というのは中身にあまりありません。それなりにそのいい入門書に仕上がっていると、作った人間たちは持っていますので、まあ、皆さんは必要ないかもしれませんけれども、周りで、Linux やオープンソースの SI に困っている人がいたらぜひ紹介してあげてください。でもう一つで実は2つあるんですけれども、 IPA がやってたそのオープンソースを使ってもらう仕事の中に、自治体で使ってもらおうという話がありました。でこれがその2005年度の事業で4つの自治体に Linux であるとか何だか使ってもらった時の様子をまとめた本を出しています。でこれはすでに販売されてまして、オープンソースソフトウェア、自治体にオープンソースソフトウェア導入しようデスクトップ編、これすでに売ってます。でこれを読むと、例えば役場の人130人みんなで Linux 使っちゃった話とかですね、いろいろ載ってまして、何が大変だったかなということがあります。で実は今日ここでわざわざ宣伝してるのは次の理由がありまして、この続編、システム基盤編っていうのがですね、近々発売になります。今まで一生懸命その、島根県のとある印刷所ですね、ガッチャガッチャ印刷してる最中で、実は、ちょっとリークになるんですけれども、今週の末に KKR でIPA がイベントをやるんですけれども、そのイベントに行くとひょっとするとおまけでもらえるかもしれない。でももうそれは満員で締め切ってしまっているという状況になります。でこれはまあ、SI をどういうふうにやるかなんていう細かい説明は載ってないんですけれども、いざオープンソースを使ってもらおうというふうになった時にどんなことが起こるかというようなことを簡単にレポートしているものです。まあ、こういう関連関係者の皆さんにはあまり関係ないかもしれない。そうですね、これがこうなってまして、この続編がもう出るということです。周りで困っている人がいたら、あるいは周りの人にオープンソースを進めたいと思ったときに、ちょっと使っていただけたらと思います。どうも失礼しました。よろしくお願いします。じゃあ、槙野先生、ぼちぼち、ちょっとお時間早いですけど、お願いできますか。はい、一応、ビデオは撮っているんですね、私。はい。いや、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんばんはかな。こんばんはですね。こういう点で、こういう点問題も、槙野と言います。一応、今日はなんか、カーネル、読書会に適当に何とかどうか結構わからないですが、こういうお題で、話をしようと思います。ですね、このところちょっと忙しくて、あまりこれ用に準備する時間が実はなくてですね、先月の終わりぐらいに IBM と富士通に業界で、していた話をすみません、おおむねそのままやります、すみません。で一応こういう対応と構成でやろうと思ってまして、まずですね、私のことを何と皆さんが思ってるかっていうのは知らない、よく知らないですが、一応天文学者 であるというようになってましてですね、天文学としてどういうことをやってるかというような話を少し最初に紹介して、でそれからですね、CFC というのはですね、どっちか、ここに天文シミュレーションプロジェクトというよく分からないところが書いてありますが、その下の方をですね、見ていただくと、
センターフォーコンピテンシャルアプリスと、まあ、書いてありましてですね、まあ、あの一応その計算天文学をする、まあ、研究センターというのが、国立天文台の中に、まあ、ありますので、まあまあ、それがどういうものかという話を少しだけど、それがちょうど、9月入札が終わって、その来年の4月からから運用するシステムというのがあるので、まあ、一応そのグループの話は少し違うんですが、まあ、そのスーパーコンピューターの方法として、まあ、まあ天文台ではどんなことをしているかというようなことがあるので、まあ、それとその次をどうしましょうかみたいなことも、まあ、そうそう考え出さないといけませんので、まあ、それも、まあ、そこからですね、グループと、まあ、なんていうのという話をして、まあ、これは、まあ、どんなふうに作ってきたかみたいなところと、それから、まあ、今、大学が作っているですね、グレープ DR というのは、今までのグレープとは、まあまあ、だいぶ違うものになっていますので、まあ、それはどういうふうに違うかというようなところ、それから、まあ、どれぐらいまでできているかというのを、まあ、それからですね、まあ、今までのグレープと何が違うかというのは、要するにプログラムできるようにしちゃったわけですね。で、そうするとですね、どういうふうにプログラムを書くのかというような、話、まあ、これ資料としてはそのアセンブラーをどうできたかとかいうような、かなりなんていうかマニアックな話に一応呼び出しております。で、でまあ、最後にじゃあその辺からですね、計算機、まあ、特に HPC スーパーコンピューティングですねの、まあ、将来はどんなような感じかというような話を、まあ、少しだけできればと思います。というわけでその早速ですね、計算天文学というのは、まあ、何かというんですが、ですね、天文学というのは結構難しい学問で、何が難しいかというとですね、基本的に実験ができないというのがあります。で、観測、まあ、をするわけですが、例えば太陽系の中であるだとですね、まあ、その地球が、まあ、1年ぐらいで太陽周り回っているとか、まあ、そういう運動があるんですが、もうちょっとこう遠くの方だとですね、何が動いてくるか分かりません。で、例えば1個の星を見てやると、まあ、寿命というのは大体太陽ぐらいの星だと100億年ぐらいありますから、その1個の星が生まれてか死ぬまでというのを見ることができないと。なるほど。そうすると普通のサイエンスと違ってですね、結構実験というのはできないわけですね。で、ただし割合ですね、簡単であると。逆にですね、例えば1個の星っていうのは中心で核融合を起こしていて、まあ、それが熱を出して、それが中心から外側に向かって拡散とかですね、態度が伝わっていて、まあ、光ってあるんですが、その辺の方程式っていうのは割と簡単なもので、例えば生物みたいなですね、非常に難しいことを案内してるわけじゃない。なので、要するに第一原理、つまり量子力学の法則から始まってですね、まあ、流体法則とか複写とかですね、まあ、そういうのを全部計算機で解いてやると、まあ、結構分かるというのが、どれかな、まあ、要するに戦後ですね、ちょうど、ENIAC という計算機が、1946年ぐらいに、まあ、動き出して、それの開発の中心に、まあ、中心、それの完成なんです。その後にですね、プログラムできる計算機を作ろうというのを、その、まあ、マコン・ノイマンとかその辺の関係者が始めるわけですが、彼はプリンストンに行ってですね、そこにシュワルシュートっていう、有名なシュワルシュート の息子さんなんですが、がおりまして、その辺の人がですね、まあ、実際にそういう星の構造とで、まあ、進化計算機で解こうというのを始めたわけです。で、まあ、その辺が計算台、まあ、文学と、まあ、我々が今言っているのの、まあ、始まりなんですが、今やったことは大体こんな感じですね。大体その思いつく天体現象というのは大体計算機で、まあ、ある程度シミュレーションしようというのができるように。まあ、なかなかできてないんですが、頑張ってやってるというような感じになります。ここにはいっぱい書いてますが、もうちょっと綺麗な絵をですね、持ってこようと思ったらですね、ちょうど、若干宣伝なんですが、この7月ぐらいにですね、なんかこういうような本を出しました。シミュレーション天文学という本ですね。私も一応編集者のですね、ところに隅っこの方に、まあ、一番最後に、ね、名前を書いておりまして、本当はですね、宮野さんというですね、天文学の第一だった人が、この本の編集の、中心だったはずなんですが、代表になって忙しいのでこんなもんやってられるみたいな話なんですね。後の3人もつけたらですね、私のところ仕事を回ってきたと、いうもんですが、
この辺にですね、まあ、どんな、まあ、ことやってるかってあんまりちょっと見てがちっちゃいですね、まあいいや、あのが出てますが、あの一番左側の、あの上の部屋ですね、左側、その左側が実際に関心の写真ですね、はい、で、あの銀河団ぐらいのスケールで、あの、まあ、銀河がどういうふうにたくさん見えてるかと、これ、実際のサイズはどれぐらいか、数メガパーセットぐらいなので、1000万光年ぐらいの寸法、まあのところに銀河がですね、この場合、これだと、まあ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 、まあ1000個とか数千個ぐらい、まあ、まとまっているような動きですが、まあ、このようなものができているわけですが、それ右側のやつは、あのここで あの計算は、これはですね、あのいわゆる暗黒物質と、まあ、つまりあの普通に見えている物質ではなく、見えないあの物質だけを示したものですが、まあ、そういったものが、あの宇宙初期の、ビッグバンが始まった後の、まあ、ここやサーマイなどがですね、あのイラギーからは、まあ、成長したというふうにあの今考えているわけですが、その成長する過程、まあ、あのというか成長させてやると、まあ、こんな感じなもので。ができると、であのこの辺あのシミュレーションであのできたこういったです、ね、あの物質の構造と、まあ、観測のデメージの構造を比べてやることで、要するに、そのビッグバンのところでに対して我々が持っている、まあ、そういったそのイラギの原因がこうであるとかいったです、ね、あの仮説を確認しようと、まあ、検証しようとかいうことをやっているわけです。で、あとこの辺面倒くさいか飛ばしますが、上もですね、説明しやすいのに、右上のやつですね、あの、やつなんかは、これは、これは、あの、割合最先端の、ですね、一般相対論文的なシミュレーションになっていて、まあ、あの、なかなかですね、これを見てもですね、あの、何の一般相対論でどうありがたいかというのは分かんないんですが、あの、実際ですね、あのこれは本当にあのほとんど仮定を入れずに、まあ、あの一般相対論のですけど解いて、あの2つの中性性がですね、あの合体するところというのを、あの、これはほぼ世界で初めて計算に近いと思うんです。まあ、あの計算では数年前なんですが、で、あの実際ブラックホールができるところまで計算できるようになりましたとかいうような資料なんです。まあ、ここはあのこの数年間でかなりあの計算進んでいて、ブラックホール同士の合体といったものも、まあ、最近は計算する、まあ、できるようになってきます。で、そうなるとですね、あのブラックホールが合体するとかいうのをですね、まあ、どうやってかあの観測と比べるかという、まあ、問題があるんですが、まあ、一般相対論を信じるとですね、重量化というものが出ることになっていて、まあ、トレを観測するための装置というかを、まあ、あのアメリカとかヨーロッパで結構一生懸命作っていまして、それがあのその観測の人がですね、完全に一定の調整性能が上がると、まあ、数年先だか、もうあの1年先だか2年先でもこういうのがあの変わるかもしれないというような話になっているわけです。コメントを通しますが、コメントを壊しちゃい。で、中でですね、一つ、あのやはり、シミュレーションの中で、あの天文学者というか、まあ、あのまあ、多くの人が、まあ、割合重要な問題と、思っているのは、その銀河というのは、まあ、どういうふうにできたかと、まあ、言うものです。あのさっきの中でも手だけあったんですが、要するにその銀河団とかですね、そういった大きな構造と同じで、あの銀河というのは基本的には宇宙の初期の揺らぎが、あの重力的な不安定とかで、まあ、成長していって、まあ、できたと、まあ、思ってるわけですが、それとですね、あのこの絵に今少しあの出ているような非常にあの銀河といろんな形をしたものがある、あのまあ、いわゆる我々の、銀河系みたいな、まあ、円盤銀河からですね、あのただこちらもぼやっと集まった大銀河みたいなものが、まあですね、まあ、非常にいろんなものがあるわけですが、こういうものがどうしてできるのかというのは、じゃあそういったアンティクチャーが本当に理解できるのかというの問題が、まあ、あってですね、であの実際にですね、そういうことをあのシミュレーションでフルにやろうというのは結構最近で、まあ、15年ぐらい前から始まっています。でこれは、ですね、やっぱりプリンストンなんですが、プリンストン、その後プリンストンにいたニール・カッツと、ジム・ガンというあの2人がですね、あの、大体、この2、この2カツはどこか分かるかな、僕だと分かるのは、若い子ですが、にやった計算で、あのここでやっぱりですね、ダークマター、見えない物質と、まあ、入れます。
で、まあ、最初は見える物質は全部水素と、まあ、ヘリウムガスであると。でそれがガスが温度が下がってですね、密度が上がってくると、まあ 星ができたりする、まあ、それがちょっと、まあ、なんか適当に仮定するわけですが、まあ、星ができるというな計算をやりました。これは最終状態ですが、この頃は、まあまあ、今に比べた計算機も入れなくて、まあこの時はクレルマン MP、PFP が300メガフロップ数ぐらいですから、まあ、今のパソコンの10分の1とか、まあ、数十分違いのスピードですが、これはプリズムの電源を使ったのかな、忘れましたが、何で使っていて、まあ、こんなふうにですね、下の方のですね、ガスの粒子の分布を見てやると、まあ、なんとなく、こう、真眼で見るとですね、スパイラル構造のようなものが見えなくもないみたいなですね、まあ、まあ、こんな、そんなような計算結果になったわけです。で、やっぱりですね、まあ、17年か進むと、だいぶですね、ものが進歩しまして、これは、ですね、今、展望台にいる、ポストの斎藤君と、いう人が、2、3年ぐらい前にやった計算ですが、粒子の数をですね、大体100倍ぐらい増やしましたと、まあ、いうことですね。で、これも結構大変な計算で、まあ、グレープ5っていうのは、まあ、1台なんですが、1年間ぐらい本当に1年間1本の線潜入してですね、やりましたという計算ですが、そうすると、まあ、こんな感じのことができると言えるのかなと。言えますね。これは、アニメーションはですね、まあ、国際問題の ODTU という、まあ、こういった感じのビジュアリゼーションとかを、まあ、専門にやっている、まあまあ、グループがいまして、まあ、そこの武田君と作ったんですが、まあ、最初には本当はですね、一応の条件から、ビッグバンの最初の方では、宇宙は一応だったわけですが、そこでの小さな大義が、宇宙が膨張していくに従って成長していって、だんだん集まっていくわけですね。いや、集まってくると、ガスの方はですね、温度が下がる、口を出して温度が下がって、まあ、どんどん集まっていくというような性質がありまして、そうすると、最終的にはこういった円盤状のところが、つまり、もともと外側からのですね、まあ、重力とかで、少し核運動量になっていて、その核運動量で、支えられたところまで小さくなっている、その円盤状の。でまあ、そういったものがですね、また合体を繰り返して、こんな感じですね、いくと。で、ここでは、星とガスしか多分、書いてないはずで、ダークマターはですね、書くと見えづらくなるので、書いてません。で、これだけだと、まあ、まあ、こんなもんですね。まあ、結構円盤と、まあ、スパイラルっぽい構造ができるようになるということになるわけです。最後にこれをぐるっと回すのがありますね。はいはい。はい、ですね、これはですね、賠償銀河スケールでやっているので、この銀河の、差し渡しがですね、10キロパスカルないな、5キロパスカルぐらいのなので、数万光年、ですね。3万光年とかですね、この円の差し渡しがぐらいのところです。この辺の星が、この辺の星はですね、銀河をぐるっと回るのが、大体1億年ぐらいで回ってるとか、今、そういう感じです。で、まあ、シミュレーション全体はですね、もちろん基本的にほぼ、これは Z は 2g しかやってないので、数十億年ぐらいかな。をまあカバーするような、まあ、そういうある意味非常に短時間で空間性の大きな計算です。で、まあ、1個のですね、星とかガスの粒子の質量というのが実は太陽の1万枚ぐらいまであります。だから銀河をですね、一個一個の星のレベルで分解するわけじゃなくて、非常にまだ粗い計算なんですね。で、ゲートですね、まあ、どれがいいことがあるかと言われたんですが、なかなかちょっとこの辺はですね、テクニカルになって難しいんですが、まあ、非常に単純にはですね、やっぱりですね、分解能を上げないと、こういうようなですね、構造がそもそも見えません。この計算ではですね、ここに腕がある、あるのかなみたいなですね、まあ、あるといえばあるんだけども、まあ、ここで見えるような種類の種類の腕にならない。で、もう一つはですね、この辺にちょっと複雑で書いてありますが、星が、まあ、どういうふうにできるかというようなことですね、ある意味、ちゃんと分かるようになってくるというのが、やっぱり一番大きな。
話です。あの本当にですねガスから放射作ろうと思うとやっぱりもちろん太陽をあの分解しないといけないわけですから太陽の、例えば1万分の1ぐらいの質量で粒子を作るというわけなんですが、今あの我々やってる計算って大体こう単位1000倍ぐらいの質量があるのでまだですね7桁ぐらいあの計算の分解が足りません。で7桁っていうのはですね、あの計算上ですね大体30年ぐらい回ってると今の調子です計算にしあのこれから30年間進歩すればですがあのできるんですがあのその頃には私もすでに定年になってるのであのもうちょっとですねなんか違うことしたい。そうするとですねあの、一個一個の星をするわけじゃなくて、あの例えばあの観測でもたくさんあるんですがあの星形成領域とかいってあの星がたくさんあまとまってできている領域になります。そういった領域に当たるものができたら、そこで星を作っちゃうあの計算機なんかで適当な星を作っちゃうということは、今やってるわけです。で、やってるわけなんですが結局ですねあのもちろん古い計算だとこれがまた10の30じゃなくて10の6乗太陽質の100万倍ぐらいの分解量しかなくてそうすると、星形成領域っていうのは大体実は太陽も、1万倍ぐらいから10万倍ぐらいの質量を持ってますからそれもまだ分解できないで、1000ぐらいまでになってくるとですねあのかろうじてそういうものがあるかどうか分かるっていうぐらいになっています。そうするとあんまり難しいことしなくてもですねあの星形成領域ぐらいまで密度が上がってくるとあの星になっちゃうみたいな仮定をして計算ができるようになってきかけているというのがですね現状です。これまずこれ若干ですねテクニカルな話でちょっとあれなんですがこれはですね最近の一番新しい計算で2週間くらい前に論文を投稿したとかなんですがさっきの計算よりもですねさらに1桁半ぐらい分解に負けてます。でそうするとですね星形成のところをあの十分高い質となったら全部星にちゃうというふうにすればある意味それ十分になってもっと難しいなんかパラメータフィックみたいなことをしなくていいというようなことが出てくるような話になっているわけです。で、これはそういったですね非常に条件が違う、計算結果2つを持ってきて、あんまり変わりませんみたいな話をしています。でせっかくなのでもうちょっとですねどんな感じのことを、人がしているかみたいないくつかを見せてますが、これはですね、問題、今言ったようなですね、その1個の星形成の領域を本当に分解して計算しましょうというようなことをやっている。これは我々の計算じゃなくて、観光に書いてある、クレイタ大学のですね、シューベイゼっていうアンミニさんの計算ですが、これは、50層弾数、太陽質の50倍ぐらいの領域を、600万体の粒子を吸い込んでやってますから、太陽質のですね、10万分の1ぐらいかなと。の質量までガスを分解して計算している。でそうするとですね、こんな感じでやっぱり重力不安定で物が詰まっているわけですがその中で、どんどん分解の上げていくと、こういったところですね星ができるというここでですね飛び出されているのは、十分密度があったらやっぱり星になるということをしていて、そのできた星がですねいろいろ星同士の難しい重力相互作用をして打ち出されていく。実際これは酸化星座なんかは実際にこういうふうに星が広がりつつあるわけで、そういったものがどうもできなくないらしいというようなことが出てきているわけです。ちょっと縮みしてという感が失礼。でこれは少し話が変わっていて、じゃあその地球みたいなですね、惑星がどういうふうにして出てきたかというとかねぐらいかな、ような種類の計算ですが、これあまり良くないな。一番最初にですね、微惑星といって非常にちっちゃい、半径100キロぐらいかな、100キロぐらいのものが出来たというふうに、標準的な理論で信じられていて、それが衝突を繰り返してですね、最終的には地球みたいなものができるような過程を、これは実際に計算しているんですが、実際に計算ですね、これ地球ができるまでこれ数十万年かかるので、数十万年ってこれ要するにこれがですね、ぐるぐる数十万回回ってるわけですね。で、それを見ているとですね、1秒に1回の足しても1週間かかるとか、そういう話なんで終わらないので、非常にこれはですね、
最初の方と途中と一番最後ぐらいしか示してませんが、まあそうですね、ごめん。で、もう一つちょっとこれは出しておきたいので、失礼しますが、こっちはですね、さっきのその、先ほどその、銀河団とかですね、まあ、銀河といった構造は、その重力不安定、つまり星じゃなかった、主にダークマターですが、ダークマターがその最初は一応だったところから、宇宙が膨張して回していく中でですね、集まってくるというような話をしたんですが、これはそういう種類の計算です。ここで示した初期条件で、完全には一応出ないのが、となく分かりますが、揺らぎが入ってます。で、これ、周期境界条件というのを使っていて、つまり、この形の箱がですね、上下左右、前後に無限にコピーされてつながっているという中でをした、まあ、計算になっています。で、これは、図も変えながら、時間も経っていくので、だんだん構造ができます。これはこういう、一個ずつですね、物が詰まっているところというのが、銀河から銀河団ぐらいの計算ですね。これは、ボックスが、これはいくつだっけ、100メガパーセルボックスだったと思うので、数億光年ぐらいの領域ですね、数億光年ぐらいの領域を、まあ、計算しているということになっています。これが一応現在まで来たところで、まあ、銀河団とかが、まあ、どんなふうに見えているかというのを一応ぐるぐる回って見せましょうという感じの絵ですね。このアニメーション長いな。これはですね、一応白く書いているところが、まあ、ここでは実際にはですね、そのダークマターはつまり普通のガスってのは見えない物質しか計算してないんですが、ある程度密度が上がったところは銀河になっているはずであるというふうに信じてですね、銀河はこうなんだというのを書いているような意味になっています。ですね、まあ、で、大体ですね、まあというわけで、ちょっと計算でも紹介するといい加減ですが、まあ、シミュレーションなんとかというのは、まあ、こんなようなことをやっていて、で、天文台ではですね、まあ、一応、歴史的に結構昔からですね、まあ、そこそこ大きな計算機を持っていて、まあ、でここ10年ぐらいは特にですね、シミュレーション用に、まあ、スーパーコンピューターもちょっと大きなことをやってきています。この辺はその歴史で、そうですね、詳しい人はこれ、まあ、名前見れば、まあ、どんな計算機か分かるし、まあ、分からない人は全然分からないって感じなんですが、スピードがですね、こんな感じになっていて、これ縦軸がですね、計算速度の対数になっていて、だったから音が悪い、合ってるのか、6のところがメガフロップスで、9でギガで、まあ、12でテラフロップスですね、になってまして、まあ、その上に書いてある白いやつはですね、東大の効果的なセンターで、まあ、その下が天文台。まあ、大体ですね、10分の1ぐらいの能力というのを毎日してきたというような感じになっています。で、この4月から開始システムは、なんかですね、まあ、こんな感じで、今まで 0.6 テラフロップスだったんですが、それを、まあ、20グラフ使用とかいうような仕様を書いて、何が入ったかって書いたかな。何が入ったかというのはこれで、ですね、ここ何十年か、実だったんですが、なんかついに富士通ではなくなりまして、クレームシステムが NEC がメインコンタクトで入っていくわけで、まあ、天文台としてはですね、三鷹キャンパスに初めて富士通の計算が来るので、まあ、いろいろ、なんていうか、事務から何か大騒ぎなんですが、まあ、そういうことは今言っております。で、結構大きな計算機で、なんですが、割合安いですね。で、安いというのはこれ、月額が2000万で、これ5年レンタルなので、まあ、レンタルの総額で12億なんですが、ですね、これが高いか、まあ、安いかが難しいところで、結局ですね、プレーン XT4 というのが、オプテロンの、シングルソケットのオプテロンが、まあ、1000、まあ、我々のところだと、まあ、トータル800のぐらいが、
ネットワークつながってというだけの計算なんですが、それが要するに総研の上の方、まあ、10億マイナス何とかぐらいしてるわけですね。まあ、計算するとですね、それは要するに1ソケットあって100万円ぐらいになります。で、秋葉原でですね、普通の PC を買うと大体1ソケットというかシングルデスクトップの方が10万円ですから、10倍払ったわけですね。で、まあ、その10倍払う価値があるかどうかっていうのはなかなか難しいというのは、やはり少し考えないといけない話にはなる。で、ただしですね、それでもですね、上に書いてありますが、SX を買うのに比べて、だいたい10分の1ぐらい同じピクセルであればですね、まあ、10分の1ぐらいの値段になります。でですね、導入するときはですね、まあ、普通のどこでもそうなんですが、ベンチマークがするわけですね。で、ですね、もともと、我々のところだとですね、まあ、今みたいな、主に粒子系のシミュレーションと、あと流体のシミュレーションと、まあ、いろいろメイン。で、まあ、粒子系の方はどうせですね、グレープなんか使うから、まあ、まあ、いいやということで、主に流体コードのシミュレーション、ベンチマークをしました。で、計算コードは大体ですね、地球シミュレーターとか、富士通のベクターの機械とかで、まあ、チューニングしたやつなので、なかなかその、クレーとかでその性能が出ないんじゃないかと、まあ、最初思っていたんですが、やってみると結構そうでなくて、まあ、もちろんピーク性能に対して割合が半分とか3分の1とかに落ちるんですが、値段が10倍違うので、まあ、結局かけるのみたいな感じになっています。ただしですね、持ってくるマシンでどれくらい性能が出るかっていうのは実は我々はまだ知りません。これはクレームじゃなくて、まあ、当たり前ですね、4コアのっていうのは、まだちゃんと動いていないというのは、皆さんご存じの通りで、なので、3月にですね、持ってこないとですね、どんな性能が出るか知れません。で、もちろんこれですね、落札しちゃったので、こんだけの性能が出るはずでというふうなことが、クレイはですね、なんか、しろ作って持ってきてるので、その性能が出なかったらちょっと大変なことなんですが、すごく保守的な見積もりをしているので、多分大丈夫だろうというふうに、今では思っているわけです。3月なんて、改めてかもしれませんが、なんかですね。つまり、JAL コアに対して、カードのやつというのはですね、ソケットだったんですけど、ほぼ4倍になったんですね、名目のピーク性能は。なってるんですが、眠りバンド幅は、うちに入るやつは DDR2800 なので、あんまり上がってない、あんまりじゃ全然上がってないですね。なので、メモリバンドがリミットのアプリケーションなんて全然性能が上がらないことも最悪の場合はあり得る。ただし、メモリコントローラーが2つになっているので、実は、ディアルコインのやつっていうのはですね、名目のメモリバンドが半分ぐらいしか出ないんですが、それが6、7割まで上がる可能性があると。なんか、レテンシのところですね、なんとか2つが ある程度動くことが上がってですね、それで 1.3 倍とかですね、まあ、それぐらい上がるかもしれない。それが持ってこないのか、まだ本当に。でですね、で、で、まあ、本の仕組み入ったので、そうですね、大体計算センターというのは、新しい仕組み入った瞬間にですね、次をどうするかというのを考え出さないといけないんですが、ここに書いてあるとですね、まあ、XC の前よりも結構ですね、非常にネットワークが速い、これは、機械で見て速いネットワークがついていて、なんだっけ、3次元トーラスで1方向のリンクが 7GB パーセカンドだっけ、とかいうですね、なんか、ギガビットイーサネットに比べればですね、60倍とか80倍とか、まあ、そういう、ユニバンドの速いやつに比べても、まあ、スーパー速いみたいな、まあ、そういうのがついてます。で、困っているので、割合ですね、適当に書いたプログラムで速く走るというのが、まあ、大きいのと、もう一つはですね、少なくとも国内のいろんなベンダーさんが、ピーチクラスターベースで持ってきた値段よりも安かったんですね、実はね。それがあってマクレーだったんですが、で、それでもですね、やっぱ高いと思ってます。普通のピーチの大体10倍のお金払ってるだけで、もうちょっと安いのでないとなかなか厳しい。犠牲団の同時点としてはですね。で、これをどうするかっていうのは、だからそういうものをメーカーが作ってくれるのか、あるいはですね、要するに、ネットワークさえつければ別に普通の PC でいいんだから、ネットワークをこっちで作るとかいうことを考えるのかというのを、これから検討を始めているということに、これからとしてはなっていきます。というわけで、ですね、すみません、なんか前向きなわけでですね、ここからやっとブレイクなんですが、
今あるですね、本気でしたようなですね、いつかの、特に粒子ができるシミュレーションというのはですね、ほとんどグレープを使ってやったので、要するに、まあ、天文の問題というのは、要するに重力、重力多大問題と言っているやつで、たくさんの粒子が、お互いの、まあ、重力を受けて、まあ、運動するというものです。で、そうすると計算、まあ、シミュレーションするとですね、大体その粒子間重力、重力というのはですね、非常に具合が悪い力で、遮蔽しないというのがあります。電気力だと、式は重力と同じなんですね。距離の周波数比例すると。ところが、電気力というのは基本的には、経システム、経を全体平均すると中性になっているので、どこかから先っていうのは計算しなくていいと、というのがあるんですが、重力はですね、半物質でもないとですね、そういったことはないので、全部のところに、一番、例えば銀河のですね、一方の、端っこの粒子というのは、やっぱりもう一方の、まあ、粒子の重力を感じるわけですね。だから、まあ、全部計算しないといけない。ただし、もちろんそれで早く、まあ、計算することがいろいろあって、この辺にですね、まあ、いろいろ書いてありますが、普通にあと要するに粒子の地上に比例したわけですが、それを N6N ぐらいとか、まあ、地上に、まあ、比例させるとかいったような計算もありますが、やっぱりそういうの大変で、結局やっぱりですね、その近くの方は全部計算しないといけないというのはみんな同じなので、そこだけ計算するようなものを作ろうというのが基本的な発想になっています。で、これがですね、1988年、まあ、もうあれですね、20年前ですね、に、まあ、そういうことしませんかという、まあ、いうことをですね、今も展望台にいるんですが、近田さんという人がですね、ある意味、突然言い出しました。で、これ、近田さんという人は、実は、理論とかシミュレーションをやってきた人ではなくて、電波天文学をずっとやってた人で、80年の初めにですね、野辺山に宇宙電波観測所というものができまして、そこにですね、ミラー干渉計というですね、複数の、まあ、小さい分岐なんですが、の監視にこうですね、まあ、計算機で合成して、処理して、まあ、合計が大きな合計分岐をしましょうというシステムを作りました。で、野辺山のシステムは当時としてはですね、世界最大のシステムで、それまでミラーで動いていた、最大のやつは3素子だったんですが、5素子を初めて動かした。で、そうするとですね、ここではやっぱり実は望遠鏡の数、非常に比例して計算が増えまして、当時で、ね、100ギガフロップスぐらいの計算機がいますとかいう話になったそうです。で、スーパーコンピューターはまだですね、数百メガフロップスだった時代で、大体100倍か1000倍ぐらい速いのがいると。で、それ用の計算機を近田さんがですね、設計して、富士通と一緒に作りました。で、その辺は、結局ですね、もう、やる演算を決めちゃって、決め打ちでですね、回路を組むと、まあ、100倍ぐらい速くするのは結構簡単であるというのが近田さんの、まあ、発見したというか、言い出したことで、それをシミュレーションに関しても、こう、そういうのすればいいじゃないかということを言い出したわけですね。で、その時にですね、近田さんが書いた絵がこれで、まさに、粒子間重力を計算するためのハードウェアというのですね、近田さんがサカサカッとこう、なんか、概念を書いたものがあったわけです。で、これをですね、近田さんが、まあ、いろんな人に送ったんですが、それにですね、当時の私の指導教官だった杉本さんが引っかかりましてですね、まあ、近田君が教えてくれるんだったら、こう、誰か陰性にやせばいいとか思ってですね、その時に来た陰性の子、私ではなくて伊藤君って人なんですが、を捕まえてですね、やせたわけですね。で、そうするとですね、なんかあっという間に、できちゃいまして、さっきの近田さんのやつが88年の夏だったんですが、89年の、9月にはですね、ものが完成しました。で、これがその、最初に完成したやつで、グレープバンドというものです。これは実際に、すみません、ちょっと聞いた。実際さっきの、パイプラインがですね、実際にこの、まあ、棒状で見える形になっていて、この辺がですね、粒子の座標を引き算する、まあ、石がなってます。で、これメモリですね。8ビットの石使って、16ビットの、メモリしていて、まあ、ここで16ビット引き算機だと。で、ここで、ですね、フォーマット変換をして、16ビットの整数をですね、8ビットの対数というものに変換します。で、そこからあとは8ビットの対数をまずっと計算していくと、これは、演算機じゃなくて、全部ですね、EPROM、EPROM を使って、この、ここまで計算すると。
で、あの最後のこの1点の2つで32ビットの整数に直して、ここで48ビット積算するみたいですね。では、あの XYZ の3線分があって、で こちらは通信と整数の回路ですね。ここに、91かな。GPRB のコントローラーがあって、まあ、GPRB で分散っていうかになってます。でですね、あの実際にですね、あれ作ったあのどういうふうに作ったか、というのは私はですね、実はよく知らなくてですね、あの移動化に作ったので、あの私が知らない間にですね、高さが動いてました。で、あのその辺はですね、その辺 の詳しい話はですね、プロジェクト X 風のですね、あのですね、移動のですね、あの事例がですね、こういうあの本になってますので、ですね、あの興味がある人はぜひ、見てやってください。あのただですね、実際にこれ、できてからがある意味、私にですね、面倒が回ってきてですね、インターフェース GPRB っていうのは、今の、あんまり皆さん知らないと思うんですが、ですね、この頃とか、もうちょっと昔なんですね、測定器とか、計算性、普通に使っていたものを使っています。で、これ使った理由がですね、簡単ですね、我々がこの時持ってた計算機っていうのが、まあ、要するに NEC の TC98 と、それからソニーのニュースで、両方で使える、まあ、インターフェースの GPRB が出やすくなかったんですね。で、特にソニーのやつは、何をソニーが考えていたかわからないんですが、なぜかすみません、GPRB のインターフェースがあったので、まあ、それを使うとした。で、使ったらですね、キワチからニュース持ってくると、CPU の性能の10倍ぐらい上がるので、まあ、早くなと思ったらですね、インターフェースの通信のスピードはですね、100分の1間にか遅くなってですね、頭抱えたわけですね。で、頭抱えて結局、まあ、この辺のところから、まあ、この辺は少し関連る読書会にふさわしい話になっていて、デバイスドライブ書きました、しょうがないので。で、何を書いたかというと、こういうですね、ちゃんとした人がいるところで話すのがちょっとあれなんですが、何も考えずにですね、ソニーの GPRB のコントローラーをですね、レジスターをユーザー空間から見えるようにして、あらゆるオペレーションをですね、ユーザー空間からやると。そういうプログラム、だからデバイスドライバーでも何でもないんですが、そういうのを書きました。で、そうするとですね、ある意味ですね、全く OS のオーバーヘッドなしに、ハードウェアを完成制御できて、まあ、日も早くなるので、割り込みもしなくて、データが返ってくるので、ですね、ずっとスポーリングマスですね。だからですね、マルチタスクの OS で、しかもその、なんだっけ、TGT とかなんとかいろいろ考えるとですね、まあ、絶対やってはいけないということがいっぱいあってですね、性能を出すというようなことをアプローチを取っています。で、実は今でも割り合わせを過ごしてですね、これは、ちょっとあれなんですが、まあ、結局、こういう経験なんかの場合はですね、やっぱりその、1個のシミュレーションで性能が出ればいいので、あんまりそれ以外のことを考えてしょうがないというのが我々のという案が始まっていて、ちょっとマルチタスクとかそういうのとは違う概念で動かそうということになっているわけです。で、ちなみに、まあ、伊藤君というのはですね、この本の他にですね、おそらくこちらの方でこれはるかに有名で、ちょうどこのグレーパンを作ってたちょっと前ぐらいですね、彼が学部の学生だった頃に、この、少し海面ですが、省エネがちょっと一回低いので。で、この天才者っていう、ヤングジャンプで連載していたシーズンがありまして、その原作をやっていてですね、まあ、その辺のこともですね、この、本に詳しく書いてありますので、まあ、興味がある方はぜひ、見てください。通常版の20万円のことを作ろうとしたんですけど、はい、その記述っていうのは、その牧野先生からどのくらい正しいかって感じしますか？ですね、まあ、主観だと、まあ、AIそれは、いろんなところがあるんですが、つまり伊藤君の目から見えたことに関してはかなり客観的に正しい気になっています。もちろん目のところは推測が入ってくるわけですけども、見えるところにはほとんどですね、実際に誇張とかはないと思います。むしろその書いてなかったことって何かあるんですか？まあどうなのかな。だから、例えば、これのですね、伊藤君の、まあ、の方としては、まあ、グレーパン完成した後ですね、まあ、私の方で管理をいじりましたとかですね、まあ、単位数をするのに、まあ、こんなふうにしたとか、いろんなことは、あまり出てきなくて、やっぱりその、
プロジェクトとしてはまあその辺そっち側もあって、それから概念設計の部分、まあ、でもそうですね、アデアのですねデザインとかはですね、まあ、特にグレーバーンとミーに関してはですね、大体色分が書いてるとおりだと思います、はい、でですねこれがその次というか、ほぼ並行して作り始めたブレックポイント計算機で、こちらですね、もうちょっと計算性を上げて、普通の、さっきのですね、惑星計算の、まあ、計算とかそういった計算性というものにも巻き替えるようにしようと思って作り始めたものです。で、まあ、そのためにですね、ブレック1ではなんか固定小数点とかですね、多数表現とかそういうなんか邪悪なものとかいっぱい使ったわけですが、これはそうはしないで、まあ、最初にどちら引き直してここで、64ビットでの、まあ、不動小数点で引き直して、まあ、引き直した後ですね、64ビットの意思が高いので、32ビットの意思に変えて計算すると。で、まあ、一番最後はまたこの仮説の64ビットで、まあ、積算するというようなことをして、なおかつですね、エクサゼットの3成分を並べた西村さん番なので、これはエクサゼットのやつを順番に処理して、まあ、一緒に1個ですとかいうようなですね、非常にアクロバティックな回路、これもまあ最終的に特区が設計しまして、90年のですね、学会前ぐらいかな、4月か5月ぐらいに動いたので、まあ、スピードは、まあ、今から見ると大したことはないんですが、これでもですね、このコーっていうのは、MIPS の、まあ、R3000 とかのベースの、まあ、バックパーティションができた頃で、大体1メガフロップスぐらいだったんですね。まあ、それぐらいで、まあ、圧倒的に速い。で、スパコンだと、この時東洋センター日立の820なので、メモ P が3ギガフロップスで、実際にこういったですね、消毒系の計算を流すと、まあ、そのソースの3分の1で、1ギガフロップス出るかなぐらい終わったんで、まあ、で、グレープの場合は、結構ですね、この、メモ P に近い性能が本当に出ますから、メモ P がフロップス本当に出ると。そうすると、大体、スパコン、1日1時間使うとすると、まあ、それと、まあ、同じような計算が、まあ、13個1日使うと、まあ、できるので、結構使いました。で、この辺は非常にですね、ピッチが速くて、その次の年、グレープ2のを作り出した頃にですね、やはり杉本がですね、いくつか予算申請をして、なんとか1000万円ぐらいですね、かき集めたので、チップを作ろうかという話になって、その、さっきのグレープ1の相当の回路を1本チップに持ち込むと、みんなも作ってですね、まあ、それをいっぱい並べて、スピードがですね、いきなり、さっきのグレープ2に比べるとですね、いくつか、200倍ぐらいまで速くなってます。グレープ1に比べても数十倍ですね、速かったというのが作ったと。で、これ実際のチップの絵で、やっぱりですね、結構、パイプラインが見えていて、この辺ですね、この辺がまあ最初引き算をするところで、まあ、そこからごちゃごちゃ、事情とか何とかを、ここもやっぱりですね、対数表現を使っています。で、まあ、最終段は、これシフトアウトアキュメーターなんですが、どっちだっけ、多分こっちがアキュメーターかな、で、こっちがシフトなのかな、これ、結構シフトが大きいんですが、そういう感じのですね、ものを動かした。で、これが600メガフロップスなので、まあ、90年出てる600メガフロップスっていうのは、その当時のどんなマイクロプロセッサーなんかでもファクターが速いぐらいになりますね。まあ、で、それでですね、調子に乗って、さらにもうちょっとお金を取っていくことに成功してですね、さっきのグレープ2相当の回路をやっぱり1個チップに入れるというのをやりました。で、それがグレープ4になっていて、で、さらにそのチップをですね、大体2000個ぐらい使って、まあ、1本チップですけど、まあ、結構ちっちゃいですけど、この、有限値の割合、背が低いラックに、まあ、4個ぐらいで、まあ、2000チップぐらい詰め込んで、だいたいここで、まあ、1テラフロップスを超えます。まあ一応、まあ、この辺のシミュレーション用の計算機としては恐らく世界で育っているか、一応世界で初めて、ですね、テラフロップスの数値のみたいな機械になっています。よいしょ。で、こっちが、まあ、実際のですね、その、パイプラインの構成になっていて、結構ですね、回路が増えていて、それがなぜかというと、こっち側が普通のですね、R の自動分裂の力を計算するところなんですが、それもですね、時間増換数、
一回時間と動画を計算する回路もくっつけてですね、なんだろう、精度が高い、まあ、積分スキームを、まあ、作りやすいような構成にしています。で、そうするとこれはですね、ブレイクの場合が計算する、計算が増えるのと、あとは、時間積分のですね、時間ステップが長く取れるので、その計算の仕事が減るみたいなことがですね、まあ、割合効果的な、まあ、方法でした。で、この頃は、まあ、1ミクロンですから、今は、まあ、65ナノとか、まあ、40ナノ入ってるわけですから、まあ、15倍か20倍ぐらい大きなやつなので、まあ、また小さな数で言うと、その地上を聞きますから、300倍とか、まあ、400倍ぐらい、マトラディスカが少ないわけで、まあ、40マトラディスカとかですね、まあ、割合ささやかなんですが、まあ、スピードは結構あって、600メガですが、この頃になるとですね、アルファが大体これぐらいの性能になっていて、まあ、最新のマイクロプロセッサーと、まあ、大体同じぐらいかという感じになっています。で、その次に、もうですね、これもですね、私が取ってきたわけなんです。水元がですね、予算どこかからですね、頑張ってきてですね、作ったわけですが、ブレイクフォーのですね、次というのをやります、作りました。で、やっぱりですね、チップ2000個ぐらいで、さっきのやつに比べてですね、チップの発熱が大きくなったこともあって、少しというか、ブレイクフォーはですね、これぐらいのラック4個だったんですが、8個になっています。で、3個、この前にはですね、汚い仕様の影に、隠れて見えませんが、この汚いものが、ね、何かというと、普通の PC のですね、が、はるかのマザーボードがですね、楽のかというやつで、まあ、それが16個あって、その16個が、基板はですね、64枚あって、その4枚ごとに、まあ、制御すると。で、この全、この一部がですね、2つユニットかな、16枚のボードが、は専用 のネットワークに繋がれてですね、まあ、かなりややこしい構造になっています。ブレイクフォーはですね、こんな感じでですね、ボスが1台は非常に綺麗だったんですが、要するに、この辺だとですね、もう要するに速いマイクロプロセッサーというのも、まあ、1台で速いというのはなくて、どうしても並列化しないといけないというふうになってきて、まあ、そうすると、まあ、いろいろこっち側で、バックエンドで工夫するか、こっち側で工夫するかみたいな話なんですが、ブレイク6、まあ、6の場合にはですね、バックエンドのこのブレイクの側で、ちょっとややこしいネットワークを持たせるというような構成にしたわけです。で、このプロチップの写真ではあんまりですね、何も分かりませんね。6個、ブロックがある理由がしか分かりませんが、2、3ですね、大体6個入っていて、まあ、ゲートの大きさは、まあ、ブレイク4に比べると大体20倍、まあ、800万トランジスタぐらいですね、になっていて、まあ、チップあたり31ギガ5、これはまだ今の最先端の、まあ、マイクロプロセッサーと、まあ、大体6個ぐらい。この辺ですね、これは、ですね、ちょっとここあまりフェアな比較かどうかは難しいんですが、一応ですね、最先端のマイクロプロセッサーとかですね、最先端の HPC を、ね、一度比べてやると、ですね、ピーク性能は、まあ、ほぼ同じレベルです、ね、今のものと比べてですね。で、消費電力が実はまだファクターなり、桁で低いです、まだ。で、なので、その消費電力側の性能っていうのは、実はまだ桁違い、実はまだグレートの方が高いぐらいの数字になっていると。現状です。で、これはやっぱりですね、要するに、チップのほとんど全部をですね、演算機に使うというようなものが、どれぐらい大きな違いを生むかというのを結構、やっぱり表していて、で、インテルのマシンの場合は、おそらく、チップ上の全トランジスタンとですね、大体 0.1% ぐらいが演算機になっています。で、ブレイクの場合には 90% ぐらいが演算機になっていて、そこで、まあ、大体1000倍違うわけですね。でその1000倍の違いがテクノロジーの3世代ぐらいの、まあ、これの違いで、まあ、ここで数字が違うんですが、その数字倍と1000倍を、だってやっぱこう中倍ぐらいこうまだ遡ってみたいな感じになるわけです。よいしょ。で、ピーク性能はですね、これは非常に詐欺なグラフなんですが、前こそですね、両側対数にしてですね、で、グレープの数字を、数字をですね、直線で結ぶとですね、常に我々が上にあったように見えるんですね。もちろん実際はそうだけど、ここからこう、水平にして、こう上がるんですが、まあ、こう書くとですね、常に世界史だったように見えるんですね。非常に具合が良いグラフなんですが、まあ、
冗談した時、まあ、大体できた時点では、まあ、まあ、世界一がよく確保してる。で、これは実は、我々の結構じゃなくて、理研で、タジ君がやってる、まあ、タジ君は実際にはグループ4とかを作ってたんですが、今、理研でやってる MD グループ2ではこの辺で、まあ、順調でいくと、まあ、2008年、来年ですね、にこの辺ができるみたいなところになってます。で、こっちの人も大体こんなもんで、まあ、2008年。ベータかくらいかなというので、まあ、なんかですね、適当に直前行くとですね、結構将来そのまま乗るというですね、いうグラフになっているわけです。で、まあ、5はどうだったんですか？ですね、5というのはですね、実はこの、どこだっけ、この辺作ってます。で、それは、ですね、グレープ3の合計になっていて、計算性がやっぱり低いものなんですが、あまり大きなシステムは作ってないんですけども、チップは作っていて、結構あちこちで使っていますという話がこっちにあるんです。ますが、実はそのグレープ3からですね、まあ、天文の、まあ、いろんなところで使いたいという、まあ、ことが来まして、でそのコマーシャルバージョンを作ってもらうというのをやってます。で、まあ、割合そんなに大きなオペレーションではないので、極めて中小企業なところがですね、まあ、実際基盤を作って、売って、そのようなみたいなことやって、でそれを3と、まあ、5、6とやってます。でいっぱい買うとちょっと背景なんですけど、ここではグレープ横が、まあ、買って使っているところの人がざっと書いてあって、まあ、アメリカと、まあ、イギリス、フランス、まあ、ドイツ、この辺はそうですね。で、ドイツが結構多くて、まあ、あと結構ですね、まあ、日本でも、まあ、割合のところが使っていると。で、今、実は最大のユーザーつくばで、つくばに30テラフォース分ぐらいの、まあ、グレープ横が入っています。だから、大体の半分はつくばなんですが、あと、理研でというか、まあ、これもですね、もともと江戸崎さんが、まあ、東大に、まあ、いた頃始めたんですが、展望じゃなくてですね、なんだっけ、分子動理学用、まあ、タンパクとかの酸素質とか、まあ、シミュレーションですね、まあ、用の機械というのも、まあ、作っていて、これも、まあ、商品化もしていて、まあ、結構、まあ、世界であちこちで使われています。ただし、展望用のグレープはですね、大体これぐらい入っちゃうとですね、ほぼ世界を、あるに制約していて、ある種の天文シミュレーションというのはもうグレープを使わないとできないんですが、分子動理学はまだちょっとそこまでいきません。まあ、その時間もしませんが。で、その次ですね、次をどうするかという話を少ししないといけない。で、これがですね、まあ、ちょっと話すね、めんどくさいところで、今までのグレープの話は結構簡単で、まあ、専用化するとですね、パフォーマンスが上がるという話だったんですが、ですね、そうはいかなくなっています。で、それがどうしてかっていうのはですね、別にその専用化というアプローチの問題があるわけでは実はなくて、我々純粋にですね、初期コストの問題です。これは実際に我々が払ったとかです。払ったお金に近いものが2004年まで書いてありますが、1990年にはですね、1000万円ちょっと無償化ですね。課金のものとチップを作れたんですね。で、実は97年、グレープ6始めたときに、まあ、何千万ぐらいでいいだと思ってたら、そうじゃなくて、1億円ぐらいとかいうことになってて、ちょっとこう、どうなったんだろうと思ってたんですね。2004年になって、次のものを始めようということのときになると、これが、安いところで3億円で、まあ、高いところはですね、5億円とかですね、6億円ぐらいのお金を持ってきてくださいという話になっていて、まあ、そんなお金が、あるはずがないじゃないかという感じなんですね。で、グレープ4で使った総予算3億円で、6で5億円ぐらいなのかな。で、まあ、この辺というのはですね、実は理論、まあ、天文の理論なんかに来るお金としてはいっぱいあるところで、上限が普通はないです。そうするとですね、どうすればいいんだというわけですが、2005年ぐらいのところで、まあ、大体3億円、チップだけで、変わりますから、そうするとですね、やっぱり10億円ぐらいないと意味があるし、そうするとですね、10億円どこかからですね、関わってくる方を考えていない。で、まあ、その方法っていうのがですね、いろいろ、まあ、可能性があるわけですが、一応我々が想定したのはですね、要するに天文以外のことにもできますと言ってきて、要するに文部省のなんかですね、天文じゃなくてですね、もうちょっと産業とか情報とかですね、そういう要はセクションから、お金を稼ぎ取ってこようと、ああいうことを考えたわけですね。で、そのためにはですね、プログラムできる計算にしなきゃいけない。で、まあ、
それができるかってわけなんですが、状況を考えるとですね、まあまあそうできなくなったろうというのがこの図でして、この図は何を示すかというと、横軸の時間とですね、縦軸に、青い線はですね、1個の内蔵ポジションが入っているトランジスタの数、単位は、100万トランジスタですね、大体90年ぐらいに100万トランジスタになっています。で、赤い線はですね、1クロックに何演算するかというグラフです。その辺のプロセスがですね、大体90年までっていうのは、1クロックに何円なんてなくてですね、何百クロックで、まあ、1円間とかいう世界だったので、まあ、そういうグラフが書いてあって、で、まあ、90年に大体ですね、1クロックで、まあ、1円だとか 1.5 円間とかする石が出てきたわけです。で、その後、どうなるかというとですね、3年ぐらい、まあ、増えなかったんですね、実は全く。で、ここのところですね、デュアルコアとか、まあ、クワッドコアとかいう話になって、まあ、少しずつ増えてますが、それまで実はトランジスタが増える数よりも遅いペースで増えるんです。なのでですね、実はこの15年間に大体チップトランジスタの数というのはですね、1000万になっていって100万トランジスタが15トランジスタが増えるわけですが、演算機の数はですね、1.5 からですね、16までしか増えてないんですね。だから100倍分どこか消えているわけです。なのでですね、100倍分ぐらいなのでどこか消えているので、グレープの方が10倍ぐらいですね、効率が伸ばれているとですね、勝負になるだろうということを、まあ、考えたわけです。で、その10倍ぐらいですね、グレープよりも昔のグレープよりもですね、悪くなっていいと思えばですね、まあ、いろんなアプローチがある。で、これは、まあ、いくつかあるんですが、我々が取ったのはですね、SRAM でシングル並列処理というやつです。要するに、パイプラインもやめしてですね、非常に簡単なプロセスはいっぱい乗っける。で、みんな同じことをやると。で、グレープでやってるような演算はソフトウェアでやるというようなアプローチを、まあ、考えたわけです。で、この辺ちょっと飛ばしますが、どうなのかっていうのは、いいのか。実際ですね、どういうものを作ったかっていうのはこんな感じになっていて、非常に簡単なプロセッサーをですね、これが1個のプロセッサーだと思ってください。そう、これはチップに非常にたくさん入れます。で、一応ここではですね、2階層のネットワークに、まあ、していますが、まあ、この辺は実は今日の話にはあまり関係なくて、まあ、要するにたくさん入れて、で、その命令コードとかですね、メモリ制御とかいうのは こっちでできるほど、我々にというかですね、私に設計能力がないので、FPGA でこうやると、全部ですね、FPGA で出てやる。こっちはその演算機と非常に小さなですね、メモリだけが入っているものをとにかくいっぱい入れるというようなことがあります。で、1個のプロセッサーの、これは、実際に、ほぼ完全なブロック図ですが、がこんな感じなので、不動小数点のですね、加算、長段階の感じと、まあ、それからインテージャーの、影響があって、ですね、メモリーというかですね、レジスタファイル、2D1 ライトの、まあ、レジスタファイルと、ワンポートのローカルメモリーと、まあ、それからですね、補助レジスタと、まあ、それから、マスコーペーション用の、マスレジスタですね、のがある。かなり古典的な SRAM4 のプロセッサーと同じなんですが、大きな特徴はですね、ローカルメモリが極端に小さいということです。250ワードしかなくてですね、キロワードとかですね、メガワードじゃなくて、256ワードしかなくて、年数だけだと、まあ、1950年代の計算かなというようなレベルのものになっています。で、とにかくここでチップ作りました。で、去年の、春ぐらいにサンプルチップが上がってきて、まあ、大体、テストが終わって何とかやってるんですが、まあ、こんな感じのものです。チップ結構ですね、巨大で17ミリ角ぐらいあります。で、4億トランジスタぐらいですね、非常にでかいチップですが、大きい量が単純にですね、非常にたくさんプロセスが入れたからで、1個のプロセスが本当に小さくて 0.6 ミリ角ぐらいですね。この円の中のこの白いやつが全部プロセッサーで、ブワーッと入っているという感じになっています。この辺だんだんマニアックですが、1個の PE の絵がこんな感じですね。ここにその256ワードのメモリがあって、この辺が乗算機かな。この辺乗算機で、赤いところがデジタルファイルで、ここが加算機で、ここがインテージャーみたいな感じですね。まあ、本当にそれだけしかありません。でですね、実際にこれのクラブ、ボードを、去年作って、まあ、アプリケーションとかもですね、まあ、一応動いてます。これが、去年作ったこのチップの動作テストのボードで、まあ、1個チップが載ってて、まあ、ここに PCI があって、これが PCIX
で、まあ、コストつながっているというものを使って、まあ、実際にこういうことが走るということがちゃんとですね、確認できたと。で、これが今日、来た写真で、4個ちっちゃいピーシャルボード、ピーシャルボードって言ってみてもですね、本当にピーシャルボードってここから下ぐらい の大きさのものですね。何も考えずにですね、それをこんだけバカでかいボードを作りました。で、実際これいっぱい乗っけたシステムにするので、これが普通の楽なんかに入らなくてですね、カット失礼。いいんですが、まあ、それはまあ、ある意味しょうがなくてですね、これ、この1個のチップが60ワットぐらい、ネットを出すのこれトータルです、ね、大体300ワット、1個の PC よりもちょっと大きいぐらいだと、この体を出すんですね。で、なので、まあ、結局ですね、結構大きなところに入れて、下がる上にですね、すごい勢いで、風を出す気圧みたいなことをするので、まあ、まあ、これがボールになっても、ある意味、構わないというかですね、これもちろん頑張った実装すればですね、この2つを横並べてピシッと並べてですね、メモリチップを全部裏返しとかして普通のカードサイズに収まるんですが、ちょっとそれをする勇気はなくてですね、大きいカードしましたという感じで思います。で、まだですね、今日写真が来たところでまだ、これが動くかどうか分かってないんですが、動かないとちょっと大変なんですが、年度末が迫っているのでまあ、大丈夫だろうと。で、一応話としてはですね、来年度にはこのカード1000枚作ってですね、本当かな、1000枚作ってですね、このカード1枚がですね、倍精度で1テラフロップスぐらいになるので、で、単精度だと2倍出るんですが、ぐらいで、まあ、トータルで2テラフロップスぐらいのですね、システムが、私と日崎さんがどこかで、計算の計算を間違えて、実は間違えていないと少しお金が足りないんですが、まあ、こういうようなものができる予定だと思っています。でですね、これで、まあ、どうやってプログラムを書くかというわけなんですが、実は割合簡単で、ブレイクでやってることならばですね、結局そのさっきのソフトウェアはですね、その粒子間相互作用だけを計算する、なんか割合簡単なルーチンを書けばよくて、あとはですね、並列化とかなんかはある意味自動的にやってしまうということが、まあ、分かったというか、いろいろ考えているとか、その中でいいというふうになったので、こういう感じのですね、粒子間とかですね、まあ、とにかく要素間の相互作用を、まあ、計算するようなモデルだと、なんかですね、これぐらい書くと、まあ、なんか粒子のデータ型の定義をして、まあ、実際にこういうスレンダー書くと、まあ、大体あとはですね、これから、ですね、ホスト側から、まあ、呼べるようなインターフェースの関数が、まあ、できるみたいなのが一応今動いていて、動いてるのか、まあ、一応動いていてですね、ホスト側からこのぐらいの関数を、まあ、呼んでやると勝手にボード上のですね、全部寄せさがちゃんと知るみたいなことになっています。で、もうちょっとですね、いろんなことが起こるので、ここに、本当にいいかと思うわけなんですが、意外にですね、これぐらいのシステムで、なんかしませんが、大体、いろんなことがですね、かけてしまうということが分かってきていて、実際にですね、ですね、量子化計算とか言ったらものも、このシステムを使って、アセンブラで書くとかいうのがですね、ぼちぼち動きそうになっています。で、ちょっとこの次の話をちょっと、ここは飛ばしてですね、大体この辺でちょっと話を、VRPR の話をまとめるとですね、一応天文シミュレーション用の、まあ、線形計算機というのは結構うまくいっているんですが、その半導体を作るためのコストがですね、むちゃくちゃ上がってきて、その完全線形計算機というのはちょっと予算的に厳しくなっています。で、まあ、そういうことをですね、少し使う広げようというのを始めているんですが、うまくいかどうかっていうのはまだ分かりませんが、うまくないとか、そこそこいきそうな感じになっているというような感じのところですね。すいません。あと、どんないいですか。はい、はい。で、もうちょっとですね、じゃあ、ちょっと視点をもうちょっと広くしてですね、まあ、広くしてって、でもあんまり範囲計算じゃなくて、スーパーコンピューターとか、HPC 用の計算機だけなんですが、
その辺でですね、あの発展の方向がどんなふうに来ているかというのをちょっと歴史的な位置づけを、まあ、ブレイクとかも含めてですね、しておこうと思います。よいしょ。歴史はですね、あれ簡単で、60年代っていうのはですね、別に HPCGO とそれ以外に出なくてのは、ほとんどクレイがなくてですね、クレイが設計した CCC の計算というのは、非常にいろんなものが使われたわけですが、70年代から結構明確に離れてきて、ベクタープロセッサーが、大体70年代には代表的なもので、で80年代は非常にいろんなものがいろいろあったんですが、90年代になってですね、PC クラスター以外のものがほぼ絶滅しつつあるというのが現在の状況です。で、そのあたり簡単でですね、ベクトル計算機 の値段が上がった。で、H 計算機もですね、要するに PC クラスターベース、PC ベース以外のものがですね、値段的な話になった。で、これがどれぐらいですね、相対的な値段が変わったかというのは凄まじいので、最初の紹介にですね、PDP レポの APGA という話が出ましたが、この子ですね、デクロ PDP レポとマクレマクラブですね、実はこっちの方がですね、価格性能比がはるかに良かったんですね。これは大きい計算機の方が性能がいいという時代があって、あったわけです。ところが、これが大体90年ですね、1990年の方が社会に逆転していて、今は大きい計算機の方がですね、何十段高いというふうになって、大体30年間で3000倍ぐらい変わってます。で、この辺りは結局あんまり難しい話じゃなくてですね、一つは要するに1個のチップの中にたくさんあるようになっちゃったので、一番安いところ、安いというかですね、1個のチップで簡単な計算機になるところが今、一番安くなるわけです。で、もう一つはたくさん作るかというだけの話です。これは、要するに70年代には石をたくさん並べて計算機作るだけで、なんですが、よく90年頃ですね、ワンチップで完全な計算機というのができるようになったわけですね。で、これがインテルの8600とか、SGI でいうと R8000 とかですが、その辺ができた、で、そこから先っていうのは、要するにその大きな計算機というのは、もうある意味、そのチップをたくさん並べたのが一番いいに決まってるわけです。で、ところがですね、もう一つ問題があって、その1個のチップに完全な計算機1割のが今入るわけですね。で今、本当はですね、マスクオプトロンディスクがあるので、プレイ1は大体100万トロンディスクなんです、実は。だから、プレイ1だと数百段計算機というのが、実はワンパンチって入らなきゃいけない。で、なんですが、その何百入ったものを一体どうすればいいのというのが分からないですね。特に何百台入れてもですね、メモリが入らないので、その何百台分のメモリを外に出そうと思うとですね、演算性能はテラフロップスでても、そのデータ転送速度は本当はですね、テラフロップされると10テラバイトぐらい欲しいんですが、その100分の1もすごい大変であると、実は先生の違いしたみたいな話になっちゃってるわけです。で、そうなっているところで、ベクタープロセッサーというのは無理になってきたわけで、NEC がずっと頑張っていて、クレインもですね、ずっと頑張ってきたのは、やっぱりでもそのテラフロップだったらテラバイトパーセカンド欲しいよねっていうのをつくと。で、インテルとかもう、そんなしかないって感じでですね、50ギガフロップスあってもですね、10ギガバイトパーセカンドしかないとかでも作ってるわけです。で、そうすると、非常に値段の差があるんですが、これでもですね、さっき見たように円単位とかめちゃくちゃ少ない。だいたい、チップ 0.1% ぐらいしか円単位使ってない。という、ことになってるわけです。で、そうするとですね、じゃあ、今後もマイクロプロセッサーしかないのかというわけなんですが、歴史をある意味ですね、予測するのは簡単で、マイクロプロセッサーの歴史はですね、大体スーパーコンピューターですけど、歴史はですね、大体20年ぐらい、そのまま倒してます。つまり、完全な、ですね、フルレコードの中の中に入ったのが、クレイの計算機だと1971年で、インテルのやつは1989年であると。でですね、マイクロプロセッサーになったのがですね、大体10年後ですね。クレイの場合には1982年で、ペンテアムテルの場合には2005年で、若干、ですね、後追いの分早いんですね。ここでは20年差があるんですが、ここでは15年で、違うか、長いか、こっちの方が、あんまり変わらないですね、実は。後追いのくせに若干、時間が遅いようになってですね。で、この後スパークはどうなったかというわけですが、93年にですね、小池健、三浦先生のところですね、分散メモリーのベクター計算機というのが出ます。で、その後、それでも追加したんですが、ここでしばらく、演奏するわけですね。それに当たるものがこの辺で発生しないといけない。で、それがですね、もう数年後、
はずで、要するにですね、あのオンチップで、非常にたくさんのプロジェクトの家が新しいアプローチがこの辺に 出てくるんですが、先がある。そんな先はないというのがマイクロプロジェクトのはずです。で、そうすると、それ以外何があるかというわけなんですが、ここではちょっと GPU の話だけちょっとします。GPU がどういうものかという話はあんまりしませんが、スピードがどれぐらいかという話だけをちょっとすると、メモリが結構速い、普通の PC の5倍から10倍ぐらいのものが、容量が小さいね、小さいですがつきます。で、演算速度も結構速い、特に単精度ならば結構速い。で、安いとかいう感じのものですが、どれぐらい性能が上がっているかという話なんですが、これがですね、メーカーさんが過去大変詳しいなんですが、この3年ぐらいですね、演算性能がですね、何十倍にも上がりましたというわけなんですが、これ、去年の11月ですね、今年になってもですね、この去年の11月の増加性ですね。で、理由は簡単で、上がってますね、性能が。で、ライクプルスさんの方はこの1年で非常に性能が上がってますが、GPU は上がってないです。で、もうちょっとですね、やっぱり無話の法則で、どうこうとかいう話をするので、縦軸をですね、対数しないといけないですね。で、そうすると、実は恐ろしいことがかかって、CPU の方が、ね、ちゃんと上がってですね、GPU はここからここまで上がったけど、ここでもう、2005年で実は上昇止まっていて、そこから先は増えてません。非常にゆっくりしか上がってません。で、これはやはり当たり前で、ここが G70 で、ここが G80 でですね、プログラム可能にしたんですね。で、実はここで、短時間から10倍が増えてるんですが、性能が 1.5 倍しか上がってないというのは、やっぱりこう起こってるわけです。で、ここが先はもうちょっと大変で、実はここが、ここでですね、クロックも上がって、トランジスタの数が増えてるんですが、演算量が減ってます。減ったことによって性能が下がっていると、上がってないというふうになっていて、この先、こうやって上げる気があるのかどうかというのは結構、かなりいろんな話で、それは結局ですね、やっぱり GPU の場合も、実はベクタープロセッサーと同じで、メモリバンドアップ上げないと、速くならないというものがあっても上げてないというのがあります。なので結構ですね、マイクロプロセッサーの将来は発揮しなくて、何か新しいもの出るはずなんですが、それが何かまだ全然わからないという、ある意味ですね、今非常に面白いというか、いろんなことをする余地がある状況に、本当はあるというようなことになっているんだと思います。この辺、まとめがごちゃごちゃ書いてありますが、あんまり中身はどうでもいいので、これがちょっと話をしましょう。ありがとうございました。質問なんですけど、演算機を無限に上げていくことっていうのは、そのソフトウェア的にできるんですかね。ですね、無限といってもですね、結局そのメモリバンド幅に対して、ですね、メモリバンド幅とはあとですね、オンチップの乗ってメモリの量とその演算機の数というのの関係が、ですね、アプリケーションによるんですけども、例えばその、あまりいい例ではありませんが、リンパクみたいなもの、つまり行列の掛け算みたいなものを持っていくとですね、演算機のスピードに対して、メモリの、オンチップのメモリの量の平方根と通信バンド幅の積が、ですね、演算スピードに釣り合ってればいいんですね。そうするとですね、結構大丈夫で、つまり、なんだっけ、演算速度を1000倍にしたときにですね、メモリの量もやっぱ1000倍になって、通信速度もが30倍になればいいと。で、それぐらいだとですね、なんとかなるんですよ。だから、無限といっても、その時には、通信速度とかも、釣り合ってあげるんですが、比例してあげないといけないわけではない種類のアプリケーションもあるというところが結構大事なことだと思います。ありがとうございました。時間もあれなんで、いくつか質問ありますか。グレープ DR なんですが、汎用的に計算できるようになったので、実行効率というのはどのぐらい下がるものなんでしょうか。ですね、それもなかなかアプリケーションに出て、今この天文の話聞いて、天文の話だとですね、単精度の理論ピークに達して、例えば自動計算のピークは、半分弱です。で、ただし元々倍数のピーク半分しかないので、倍数のピークに比べちゃうと、なんか
8割ぐらい。あ、もう10分で終わったからですね。ちょっと開始やすいが出てくるし。はい、どうもありがとうございます。ですね、15分なんですよ、実は下に移動したいのが。なので、大変申し訳ないんですけど、懇親会の席でぜひいろいろ、質疑応答等をしていただければなと思います。本日はどうもありがとうございました。じゃあ、下の場所をご存知の方、ちょっと先頭を切ってですね、いただけると嬉しいなと思います。